モナディベリップはモノプラットフォーム上で動作するオープンソースの統合開発環境。モノと GTK が対応する環境であればオペレーティングシステムを問わず動作させることができる。元来モノとネットフレームワークを使ったソフトウェアの開発をターゲットにしていた。エクリプスやマイクロソフトビジュアルスタジオのように自動保管、ソースコード管理を利用することができる。 GTK GUI デザイナーのステティックが搭載されたことにより、ラジアンにも対応した。その他にもウェブデザイナーなどが統合されている。2003年、モノコミュニティの開発者が Sharp リベリップという Windows に依存したオープンソースのネット IDE を Windows 上のシステム、Windows Forms から Linux 上の GTK に移植した。 シャープディベリップから早い時期にフォークしたので、モナディベリップと現在のシャープディベリップとの構造の共通点は少ない。時が経つにつれ、モナディベリッププロジェクトはモノプロジェクトに吸収され、ノベルとモノコミュニティが積極的に整備するようになった。Windows 向けや MacOS 向けは、ザマランスタジオのブランドで配布している。かつては GTK の不具合により、 Mac OS で日本語入力ができなかったが、現在は解決されている。モナディベリップのもう一つの異なるブランド。Windows 版ビジュアル、スタジオと多くの同じツールを採用している。リファクタリングとインテリセンスには、ロスリン、ネットコンパイラプラットフォーム、プロジェクトとビルドエンジンには、ムズビルド、ソース編集には、テックストメイトが使われている。ザマランと、ネットコア向けに、 同じデバッカーエンジン、ザマラン、iOS とザマラン、Android 向けに同じデザイナーを利用している。Linux ほど良いサポートはされていない。ありがとうございます。